3, 2, 1, 0。こんにちは。世界一昆布が好きやから昆布屋やってます。店長の松下幸一郎です。今日も皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。応援してください。長男に昨晩肝試しって何って言われました。僕はこう答えました。晩ご飯のことでしょ。それは夜だ飯だと長男から言われてしまった。日本語って難しい。そういうんなことはどうでもいいんですが、今日も頑張ってまいります。今日の晩ご飯は刺身の青身山椒仕上げです。この時期、刺身に青身山椒の佃煮をトッピングして食べますと清涼感が引き立ちます。醤油をつけるのはほんのわずかでいいです。どうか青身山椒トッピング、あなたも試してみませんか。店長まっちゃんの寝言、むっちゃ迷惑。また夜中に起こされた。眠たい。